はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、久々に、カクテルですね。スカイウォッカーを使った、カクテルを紹介しましょう。ですね、今回は、ウォッカトニックですね。ジントニックのウォッカ版です。そこで今日買ってきた、じゃん、マイライムという、ライムジュースですね。10% 果汁の、まあ、甘めの、ね、カクテル用のライムジュース買ってきたんですが、こちらも使いましょう。氷を入れたグラスにですね、ライムを本来は絞り入れるんですが、めんどくさいので、ライムジュースを加えましょう。本来は、ね、カットライムを絞り入れます。絞って入れて、ウォッカ 45ml。ですね。45ml を加えまして、ウォッカは、冷凍庫でトロトロに冷やしてあります。こうやって入れるのかな？入れ方がさ、このさ、持ち方がこう持ってる人結構いるけどさ、あんまり俺、苦手なんですよ。で、トニックウォーターで割ると。トニックウォーターで割ると。で、ステアして完了と。ですね。なんかですね、今まで使ってた、まあ、いわゆる、なんだ。100% ライムジュースを今まで使ってたんですが、カクテルにはなんか甘いやつの方が、果汁 10% ぐらいの甘いやつの方がいいらしいです。ちょっとわかんないけど。あまり、味が、ライムの味が強烈になりすぎる。でね、やっぱね。で、俺最近見つけたんですけどね。いいね、サイトが見つかったんですよ。カクテルのいろいろと載ってる。ね。ところがね、ありまして。イルカ喫茶バー。という、京都にある、バーらしいんですけど、それのサイトですね。こちらがカクテルの種類が非常に多いというか、載ってるやつがいろいろあるし、検索とかもすごいできるし、人気ランキングとかもあるし、すごいいいですね。イルカ喫茶バーという、イルカはひらがなでイルカ、の喫茶バーと。で、ググってみて、見てください。はい。これすごいいいですね。材料とかでもサーチできるし、ね。いろいろすごいですね、これ。ということで飲んでいきたいと思います。乾杯。
飲みやすい。飲みやすい。さすがウォッカ。飲みやすい。だけど、ちょっと甘いかな。やっぱこういう時はやっぱり、ね。こういうのはやっぱり 100% のライムジュースがいいんでしょうけどね。まあ、というかライムがいいのか。普通にライムを絞って入れるわけだから。トニックウォーターはね、美味しいですからね。やっぱり。結構ね、このサイトがね、すごいんですよ。例えば、カクテルのね、あれでね、エピソードとかもいろいろ載ってるんですよ。非常に、この、あれはすごい。すごいですね、これは。度数とかも書いてあるし、作り方とか、まあまあ、当たり前のように。味の傾向とか、甘さとか、色の傾向とか。で、お気に入り投票数とか、投票できるんですよ。とかもあって、で、これの、このサイトで一番人気のあるのが、ギムレット。第1位。344票のギムレット。これが380円らしいです。ここの店ではね。バー行ってみたいけどね。で、すごい長い、いろんなこの、エピソードというか、どっかの、その、本から、古い本から、でですね、この、カクテルの、あの、シェイクするグラス、あの、違う。カクテル作るとき、こう、シェイクする、あれあるじゃん。あれ、なんて言うんだ、あれ。シェイカーか。シェイカーね、俺持ってたんですけどね。最近使ったらね、間から漏れ上がんの。間から。液が。だから新しいの買おうと思って Amazon で今注文してるとこですね。安物だったからな。多分 Amazon で俺買った記憶あるんだけど。どこで買ったんだっけな、あれな。間から漏れてくるんですよ。意味ねっつうの。カクテル作ってるとき、シェイクして漏れてくるのから、ベタベタしてくる。やっぱ安物はダメだな。でね、これを見てね、このギムレット、このサイトのギムレットのやつを見て、やっぱね、ライムジュースっていうのは、この場合だと、ギムレットの場合は、コーディアルライムっていう、コーディアルライムジュースっていう、まあ、いわゆる、甘い、砂糖が加糖された、
ね、この 10% 果汁みたいな、こういうやつの方がいいというのが書いてありまして、うん。ね。もう大体 100% のライムジュースって、まあ、売ってないんですよね。大体。まあ普通に売ってるのとすれば、で甘いといえば、かなり有名な焼酎用の 80% ライムジュースがあるんですけど、あれはもう結構どこでも売ってますね。普通にあれでもいいと思うんだよな。あれも甘いし、加糖されてるし。もうそれ以外はもう普通にライム、1個100円で売ってるしな、ライムな。これ使うか。ですね。で、このイルカ喫茶バーでは、サントリーのライムジュースを使ってる。このサントリーのライムジュースでググると、これはもう、これも結構どこでも売ってますね。あの、10% 果汁の。これがね、Amazon で評価を見るとね、非常に低いんですよ。めちゃくちゃ甘いらしいです。俺が今持って買った、今日買ったやつは、これ明治屋のマイライム。うん。サントリーのマイライムも売ってた、ライムジュースも売ってたんですけどね。こっちの方がいいかなと思う。これが600円ぐらいで。これ容量が 720ml。うん。これもまあ普通に甘いですけど。うん。正直どっちもいいんじゃないかな。多分ね。うん。多分。で、俺が以前使ってたのが 100% のエトナの 100% ライムジュース。これがね、なかなか売ってないですよ。とにかく。一応 Amazon で400円で売ってますんで。うん。100%、250ml、400円。なかなかいいですね。これは欲しいな。ただこれは2500円以上じゃないと購入できない。なので。うん。まあ、まとめ買いのやつですね。まあでも 100% ライムジュースもいいと思うんですけど。うん、何せよちょっとライムジュースの 100% はなかなか売ってないですね。うん、こういうとこだったら売ってるけど。あ、これだ。俺がよく見かけるのが。ポッカの札幌。ポッカ、お酒にプラスライム。という果汁 80% の。ね。やつですね。これはね、安くてね、いいですよ。うん。うん。うん。これは普通にどこでも売ってるんじゃないかな。これはね、安いし。500円か600円ぐらいで売ってます。しかも 80% ですかね、果汁。うん。かなり。ね、値段的にはかなり、いいんではないかと。まあでもやっぱり、うん。ね。まあでも、コーディアルライムとフレッシュライムジュース。こちら
はやっぱね、両方両方、まあいいとこもあれば、でもまあそこら辺でライムでか、ライムが売ってるんだったらね、普通にコーディアルライムだけでいいとは思うんですけどね。まあフレッシュライムジュースなんて普通売ってないですか。ね。100% のね、何も甘い、砂糖とか入ってないライムジュースなんて、まあ売ってないですから、まあ、そこはもう、まあ普通にコーディアルライムでいいんじゃないかな。うん。ということで、ね。もう飲んじゃったんだけど。どうしようかな。こんな穀物もないでしょ。これは、穀蜜干し甘みが、五つ星、香り、四つ星。まあ、おすすめとは、正直三つ星かな、これはな。ジントニックに比べると、いやでもまあ四つ星、まあ四つ星だいたいウォッカの味が何もしないからね、当然のごとく三つ星いいなこれね。はいね、はい、はい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 、見えないと。ね。はい。あ、違う。今日は、29日。今日が29日。もう年末ですね。はい。コクが三つ星、甘みが五つ星、香りが四つ星。おすすめ度が三つ星。これはね、はっきり言ってトニックウォーターとライムジュースの味しかしないですよ。ウォッカの、ウォッカが入ってるなんてもうわからん。まあ、それがウォッカの良さなんでしょうけど、それだったらジントニックの方が全然うまい。ちゃんとジンが入ってるっていうのが、ねえ。まあ、わかるでしょ？ウォッカなんて入ってるかどうかわからないからわかるんですよ。結局。味がないから、あ、これがないなと。味がないから、あ、これウォッカ入ってるなと。逆にその逆パターンでわかるパターンです。だからこれはないな。ということでご視聴ありがとうございました。